牛肉のうまみをご飯にしっかり染み込ませました。炒めたきのこの風味豊かな混ぜご飯、秋の牛肉混ぜご飯をご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まず牛肉は細切りにして酒を振っておきます。しめじは小房に分け、椎茸は薄切りにします。鍋にサラダ油を熱して牛肉を炒め、しめじ、椎茸を加えてさっと炒めます。さっと炒めることで食感を損なわずに香りを引き立たせることができますよ。材料 A を加えて汁気がなくなるまで煮ます。ボウルに具を移し入れ、ご飯を加えて混ぜ合わせれば出来上がりです。材料を炒めてご飯に混ぜるだけ。簡単なのにとっても美味しいですよ。ぜひお試しください。